これより会議を開きます。日程第一、情報監視審査会委員辞任の件につきお諮りいたします。情報監視審査会委員大塚隆君から委員を辞任したいとの申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。つきましては、情報監視審査会委員の選任を行います。衆議院情報監視審査会規定第6条の規定に基づき、情報監視審査会委員に森山正人君を選任するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって選任することに決まりました。お諮りいたします。内閣から総合科学技術イノベーション会議議員、再就職等監視委員会委員長及び同委員、公正取引委員会委員、国家公安委員会委員、預金保険機構理事長同理事及び同幹事、行政復興審査会委員、電波管理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央公正保護審査会委員、日本銀行政策委員会審議委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員、社会保険審査会委員、中央労働委員会公益委員、調達価格等算定委員会委員、運輸審議会委員及び公害健康被害補償不服審査会委員に次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。内閣からの申し出中、まず総合科学技術イノベーション会議議員に梶原由美子君、佐藤康弘君及び橋本和人君を、再就職等監視委員会委員長に井上博道君を、同委員に橋爪隆君、原田久志君、鍋島美香君及び平田真理子君を、国家公安委員会委員に宮崎みどり君を、預金保険機構理事長に三井秀則君を、行政復興審査会委員に三宅俊光君を、日本放送協会経営委員会委員に尾崎博史君及び葛西雅子君を、中央厚生保護審査会委員に小野正弘君を、労働保険審査会委員に甲斐哲彦君を、社会保険審査会委員に後藤民子君を、中央労働委員会公益委員に荒木隆君を、運輸審議会委員に山田節子君を、公害健康被害補償復興審査会委員に阿部淳君を任命することに次いで、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
規律多数よっていずれも同意を与えることに決まりました。次に総合科学技術イノベーション会議議員に藤井輝夫君を、公正取引委員会に三村明子君を、預金保険機構理事に松岩隆一君及び高橋正人君を、同幹事に坂本博子君を、行政不服審査会委員に高潔久志君及び村田珠美君を、電波管理審議会委員に笹瀬岩尾君及び永田美希君を、日本放送協会経営委員会委員に不破康志君を、中央厚生保護審査会委員に山脇聖子君を、労働保険審査会委員に東郷雅子君を、中央社会保険医療協議会公益委員に中村博史君及び長谷川房子君を、社会保険審査会委員に中森昌司君を、中央労働委員会公益委員に岩村正彦君、畠山実君、相原芳子君、磯部哲君、沖野正美君、しかし真由美君、柴田和文君、田上純子君、加野直子君、高橋佳代君、松下純一君、森島元宏君、小西康之君及び諸角道夫君を、調達価格等算定委員会委員に安藤宗友君、高村ゆかり君、大石美奈子君及び松村敏郎君を、公害健康被害保障不服審査会委員に山中智子君を任命することについて、申し出のとおり同意を与えるにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よっていずれも同意を与えることに決まりました。次に日本放送協会経営委員会委員に森下俊三君を任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって同意を与えることに決まりました。次に日本銀行政策委員会審議委員に野口朝日君を、調達価格等算定委員会に秋元圭吾君を任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よっていずれも同意を与えることに決まりました。この際